やっほー。帰ろうぜ。え、何やってんの日直の仕事ああ、相変わらず真面目だな。そんなもんパパッとやって、ぺっぺって日誌書いちゃえばいいのに。ああ、そう。 じゃあ、ここ座ってるわ。よいしょ。はぁ、あ。あぁ。なんかこっちのクラスさぁ、うちのクラスより教室広い気がする。いや、ほんとほんと。え、なにあの出窓みたいなとこ。 あんなんうちないんだけど。いいなぁ。休み時間とか昼寝し放題じゃん。はあ。ねえ、まだあ。というかさ、普通日直って二人でやるもんなんじゃないの 部活あるからって帰った。ああ、そう。お前は本当に優しいな。俺だったら怒るわ。ああ。<laughs> 確かにお前は昔から優しいけど、誰にでも優しすぎる気はするよね。 変な奴に付け込まれないように、ちゃんと気をつけろよ。え俺は変な奴じゃないだろう。ちょっと待って、泣いちゃう。<laughs> もし俺が変な奴だったとしたら、ずっと一緒にいるお前も多分変な奴だからな。<laughs> あ。日誌書き終わったどれどれわしが最終チェックをして信じよう。え、はい。うんうん。相変わらず字綺麗だな、お前。なんでこんなバランスよく書けんの ああ、俺には無理だ。手にロボットでも搭載してんじゃねえのあだああ、褒めてんのに。じゃあ、職員室出し行って帰ろうぜ。おい。じゃあ俺はここで待ってるから。行ってらー。 あなんで緊張してんだよ。日誌出しに行くだけだろ。あ,あ行った行った。はぁ、あ。あいつも変わんないな昔っから引っ込み読んで。本当に。誰かにお仕事見られそうで。 俺の方が怖くなるわ。ちゃんと守ってやらないと。お、お疲れ。じゃあ帰ろうぜ。んなんか浮かない顔してるな。どうした あ、そう。お前が言いたくないなら、いいけど。ほら、行こう。はあ。ここもほんと変わんないよな。見渡す限り家ばっかで。 見てても何の楽しみもないというか。小学校の頃からずっと通ってるとさ、ちょっと飽きてきた気しないえー、俺は早く一人暮らしがしたい。もっと都会に住んでみたいな。ほら、あれ、ターマン、ターマン住みたい、ターマン。<laughs> いやあ、憧れるよなーあ。おい。大丈夫あ。やっぱ、さっき先生に何か言われたんだろう。何言われたの 言ってくれなきゃわかんないぞ。今更隠し事するなよ。何でも相談乗ってやるから。うん。ああ、お前第一大学志望だよな。 あんなに勉強してるのにああそれは酷な話だな成績が届いてないから志望を下げた方がいいかああまあ先生も きっと優しさで言ってるんだろうけど。あ、そんなしょげた顔するなって。結局さ、決めるのはお前なんだし。お前はどうしたいの 今の志望大学を目指したい。だったらいいじゃん。俺は全然このままやっていいと思うけど。せっかく頑張ってるんだし。それに時間はまだまだあるしさ。ああ。 そんな不安そうな表情するなよ。ふふ。捨てられた子犬みたいだな。ねえ、久々にさ、手繋ごう。えなんでって、昔よく繋いだじゃん。 いいから。ほら、手出して。歳は関係ないっしょ。はい、ぎゅ。<laughs> これで俺のパワー分けてやるから。話しちゃダメだよ。 今日は家までこれだから。ん恥ずかしいのわかりやすいなでも、不安そうな顔よりはいい気がする。すげえあったかいね。 心配すんなって。これから不安な時はいつでもこうしような。